昔に比べてね、開けやすくなったような気がするんよねって言いながら開けれないパターン。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ということで今回は私が好きなキャラクターがあるんやけども、友達はクマっていうキャラクターで、私はこのキャラクターがすごい好きで、 LINE スタンプとかでも友達はクマめちゃくちゃめちゃくちゃ買って使いまくりよんやけど、それのカプセルラバーマスコットがガシャポンで出ていたので、ちょっと5回引いてきてみました。で、じゃん、これがねその5回分のやつなんやけど、めっちゃカプセルカラフルじゃないもうカプセル見た時にさ、めっちゃ可愛いと思ったんやけど、この外側だけで。で、5回引いて、まあ、ちょっとうっすら中身が見えるんやけど、でもまあがっつり見てないけんまだ開けてない。で、5回引いて、まあ、全5種ということで全部揃うのかどうかというのを見ていきたいと思います。ちなみに5月の第4週先月の最終週に出たやつらしいです。まあ、私が引いてきたのはつい最近なんやけど、1回200円で、はい、ってことで1個目開けていきたいと思います。これね、なんか最近のガシャポンカプセルってさ、なんか昔に比べて、ちょっと待って、昔に比べて、全然開ける場所違っとった昔に比べてね、開けやすくなったような気がするんよねって言いながら開けれないパターン。これなんかテープ貼っとったりする？貼ってないよね。貼ってない。ここから、あかんや、何が開けやすくなったん私の勝手な感想やけど、え、待って、これはどうやって貼ってく、お、開いた。まあでも昔のよりは昔のよりは。ちなみに中身こんな感じ。全5種友達はクマカプセルラバーマスコットバンダイさんから、こんな感じで5種入ってるらしいです。で、はい、1個目はじゃーん、見える？このハートのやつ。あの、基本的にこの入っとるクマのマスコットのやつは絵柄が全部、まあ、ラインスタンプに使われてる絵柄のやつなんやけど、1個だけバンダイのガシャポンのオリジナル書き下ろしのが入ってるらしくって、それが出てくれたらなと。一応中開けてみようかな。開けんくってもわかるけど。え、めっちゃ可愛い。え、超可愛い。え、これ超可愛いんやけど。いいね、いいね。ちなみにこれちゃんと、あ、見て。裏に友達はクマ書いてる。これ私ね、LINE スタンプでも持っとるやつ。LINE スタンプね、全部集めとるわけじゃない、集めれとるわけじゃないんやけど、一応最近のやつは買ってるから、はい。そして2個目。次こそちゃんと開ける。ちょ、待って。どう開けたらちゃんと開く。でもさ、昔のカプセルってなんか開け口みたいなのなかったことない？なんかテープで止められて、これはテープでとか止められてないんやけどさ。はい。ふぅ、指先に力が。はい。これ2個目。かぶってないね。2へ。はい、これは、中身が。はい、これ。2へ。さっきのやつはなんかこう、ハートがあって、なんか文字とかは入ってなかったんやけど、こっちは文字付き。LINE スタンプそのものみたいな感じやね。ちなみにこの LINE スタンプも私は持ってる。なんかさっきのこれもそうやったけど、多分基本的につい最近、まあ、なるべく近い間に出た LINE スタンプを多分そのまんま商品にしとるって感じやね。はい、そして3つ目。くはい、やった、スムーズに開いた。そこに感動。一応全部カプセルの色違うんかな、さっきのと一緒かなって思ったけど、赤とオレンジかもしれん。はい、そしてこれがお、いいねいいね。
いいねいいね。なんか後ろから見たらチョコレートみたいで美味しそうなんやけど。え、でもさ、なんかこういうチョコレートとか出そうじゃない？ね、お菓子であってもなんかおかしくないと思うんやけど。めっちゃ可愛い。いいね。このスタンプも持ってる。多分この辺全部、今友達はクマのスタンプって14まで出とって、まあ、他なんとかバージョンなんとかバージョンみたいな全然違うやつもあるんやけど、一応数字的には14まで出とって、この辺13、14あたりのやつやと思う。私が持っとるやつ。はい、そして4つ目。開け口が定期的にわからなくなる。くっ、これ結構私力入るよんやけど、わかる？手がね手がね、めっちゃプルプルしよる。はい、来たー。はい、これが4つ目で、結構グニグニしよるけど形変わらんもんやね。よかったはい、じゃーん。あ、これあれや、この分わかる？この限定オリジナルイラスト。え、やった、限定オリジナルイラストや。あ、これ一応あれか、全部、あ、でも題名ついとるって思ったけど、そのまんまか。これはニヘっていう題名やし、こっちはいいねっていう題名やし、これはハート、これは、これはカプセルに入りたかったクマカプセルに入りたかったクマ。カプセルありすぎじゃない？左右から挟もう、ん？左右上下から挟もうとしたってこと？これと、これと。で、頭に乗っとるやつと、手で持っとるやつ。入れないよ、そんな大きさのには。このね、クマのさ、めっちゃなんていうの？このプニプニしたほっぺた超好きなんやけど。ムニってしたくなるよね。超かわいい。ちなみに LINE で、公式アカウント、友達登録もしとる。はい、そして、最後1個。え、全部かぶってないやん。くっ。うん。赤。開かない。はい、来た。あ、やった。はい、これが5個目。ちょっと待って。くっ。いつも思うけど、私なんか、ね、開けるの下手くそやね。え、てか、あ、びっくりした。めっちゃ細い袋に入っとんかと思った。なぜそんなギリギリの袋にって思ったら全然違った。はい、ムニー。お腹やね、お腹のお肉ムニー。え、超可愛くない？いいねいいねいいね。私これさ、これも LINE スタンプで持っとるやつなんやけど、え、どれやっけ、一番新しいやつ、一番新しい、多分どれやっけ、これとニヘこれかな、ハート、いや、ニヘの方かな。これなんか、一番新しい LINE スタンプのやつに多分入っとって、14のやつに。で、それはなんか全体的に冬仕様の LINE スタンプやったんやけど、これ多分あれよね、なんか夏の体操服みたいなの着てないすごい気になっとったよ。なんか季節違くねみたいな。全体的になんか、モコモコした服装しとったりとか、なんかセーター着とったりとか、そういうスタンプやったけん。めっちゃあれか、冬でも夏の体操服、半袖に体操服着るタイプかな。まあ私もそうやったんやけどねてかみんなそうやったけど。はい、こんな感じで見える？ちゃんと順番通りに並べよう。1番ハート、ムニーで、いいね、ニヘ、カプセルに入りたかったクマ。はい、ってことで、え、すごい、全部揃ったやん。やったね。はい、これで全5種全部揃いました。やったね。もういいねやね、いいね。ってことで、まあ、私この辺の多分家の鍵とか自転車の鍵、あと財布とかにつけるかもしれん。今ね、うるせえやつらもラムちゃんついてるけんね、一緒につけとこかなかわいいし。はい、ということで今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。
また次回の動画でお会いしましょう。またねー。ちなみにツイッターとかもフォローしてるけん、みんなも佐伯たまみさんっていう人をフォローしてみてください。この友達はクマを描いてるイラストレーターさん